どうも、カバチンです。テレビドラマ考察振り返り感想へようこそ。さて本日は、ブルーモメント2話予告考察です。雪だけじゃない、自然の猛威が人間に降りかかる。5年前、ハルカにあった迷いとミスとは何か。そして、悪天候の下で、ヘリコプター救助。最後の判断こそ、アナログな人同士の心にある。ブルーモメントを当たり前の日常として見るために、最前線で戦う者たちに、研究する。二重遭難の救助に向かう2話の前提として、5年前のハルカンのことを話しておこうと思う。行動は迅速に、状況判断を誤るな。川が増水している危険区域に明かり、今すぐ逃げろと留守電に入れつつ走り出したハルカン。あの日、避難しろと周りに言い続けながらハルカンは走り、途中子供を助けた直後のあのトンネルの場面が気になるのよ。そして、あそこで耳を澄ますかのように、あたりを何度か見回してから、カメラがぎゅーっと引く場面があったよね。あの場でのハルカンは、何を迷い、何をミスしたのか。その1、連絡が取れない明かりを心配したハルカンが、明かりといつも何かあったらここと約束していた場所、すなわち、ハルカンはあの屋上を目指していたのではないか。しかし、川は非常に早い段階で氾濫し、ハルカンはトンネルの中で水の音がしていたことからそれを感じ取り、自分も危険だということ、トンネルの途中でもおそらく明かりに電話して、今度は呼び出し音が聞こえるということは、電話のつながるところへ避難できたのだろう。このだろうが、それ以上足を進めることができなかったのではなかろうか。ここが迷いであり、ミスした部分。その2、明かりがなぜすでに危険区域になった場所へ戻ったのか。これは避難所にいた時に誰かに頼まれたものを取りに行ったのではなかろうか。もしかしたら小さな子供に何かを頼まれ、自分もこれから母親になるんだからと使命感を持って戻ったなんてことはなかろうか。それは当然あの時点ではハルカンにはわからず、ただそれでも明かりはあの屋上に行くと信じていたハルカン。その3、明かりの遺体が安置された体育館のような場所。園部圭一は、君のことを天才だと娘は言っていた。数学であらゆる予測をして答えを出すと。しかし、明かりはなくなってしまった。君は予測を間違えたのか。こんな風にも言ったはず。この言葉の裏はどこにあるのかと考えていたんだけど、建物が川の増水に耐えられるからこそ屋上で約束していたのに、たどり着く前に流されてしまった。つまり、予測を間違えたのかという意味なのではあるまいか。明かりが運び込まれた場所の会話は非常に声が聞き取りづらくて何回か見直していたけど、明かりが妊娠していたということから自分の子供に関連する何かを取りに戻ったとも言えるけど、楽しみにしていた結婚式のウェルカムボードをはじめとした用意していたもの、これを取りに戻ったというのもあり得る。もしこれを後からハルカンには分かったんだとするならば、明かりにごめんなと告げつつ命を救うことにこだわりを持つようになったのかもしれない。当たり前に迎えられるはずの日常、結婚式、そしてブルーモーメントを見たあの場所で、喪失したものはあまりにも大きく、だからこそ今後は命を救うと、どんな自然にも抗ってやると。それにしても明かりは自分が妊娠していたことを春間に告げる前に、父である園部圭一に言っていたのは、明かりには母親がいない。園部圭一には奥さんがいないということだと思う。それが総務大臣の立花愛ではないかと、前回言ったけど可能性は、ありそうだよね。さて、二重遭難の救助。予告ティザーで、ハルカンとユーゴの連携プレーを思わせるそれがあるけど、総務大臣立花愛が知られたくない真実を公表しろと、園部に詰め寄るのは、二重遭難が発生して見捨てたと公表しろということなのか、それともハルカンの5年前のこと、過去のことなのか、はたまたようやく登場するかもしれない塩見の、これは医療事故かなんかかな。塩見の件は後ほど言うとして、この立花愛が SDM を敵視していることを考えると、何とかして責任問題から潰そうとしてくるのではないかとも思えるのよ。なぜそこまでぶつかろうとするのか。やはりそれも
5年前のことに関わっていそうで、そんなことからもやはりあかりの実の母という線はあると思うけど、違うかな。ユーゴは危険と判断し現場を離れるも、ハルカンの吹雪が弱くなる時を狙うという提案で再び現場へ向かうと言い出す。この無謀とも言える提案に反発するユーゴをハルカンがどう向き合うかは後ほどとして、そしてここでもまた5年前のことが出てくる。ハルカンはやはりミスをしたっていうのが出てくるんだろうね。また予測を間違えるということをユーゴは危惧しているのか。ヘリコプターはホバリング、つまり上空で静止していることができる。しかしタイミングが悪ければもちろん天候、特に風に煽られることもある。コードブルーでもダウンバーストによる墜落というのが出てきたよね。そしてまたホバリングも無制限にできるわけもなく、エンジンがオーバーヒートしてしまえば出力ダウン、墜落の危険さえある。一瞬の判断が空を読み、悪天候のもとユーゴとヘリコプター救助ができるのか。園部大臣、そしてユーゴが懸命に危険を訴えて食い下がるのがありそうだし、久保田が励ますような場面もこのまま使われそう。もしかしたら命令逸脱することになるなんていう展開もあったとするならば、なおさら失敗は許されない。全ての救助を完了して、まさにブルーモーメントを全員で見るなんていう展開、これに期待したい。ところで、SDM メンバーに共通することとして、自分にとって大切な誰かを亡くしているっていうのがある。園部圭一にとっては娘、園部優吾にとってはいとこ、春原勘九郎、春勘にとっては婚約者の明かりを5年前に亡くしているし、久保田は竜巻、突風で姉を亡くしている。そして気象庁気象研究所予報研究部部長の上野だけど、現在の春勘の上司であり、明かりの先輩でもあり、明かりと春勘のキューピッドでもあった上野が、この写真を卓上に飾っている。これは息子を亡くしているということだろうか。また、1話では一瞬だけだったけど、天才脳外科医、塩見も手術ができなくなった理由がある。そう、ここが真実を公表するっていう立花愛の言葉にかかってくるなら、医療事故なのか、それとも、いずれにしても、もし、天才脳外科医と称された彼女が、そこまで真実を公表しろと、知られたくない真実があるのだとするならば、それがやがて SDM に派遣されてくるという設定に、やはり患者の命を失ったかもしれない、その原因が塩見だったのかもしれない。そしてまた、ドライバー兼食事担当の丸山も、災害で家族を亡くした経験があることから、SDM に志願したというのが設定にある。というように、全員大切な人の命を失う経験を持っているということこそが、エキスパート、精鋭部隊を集めるという中に含まれていた、かもしれない。でも、山形は、国土地理院勤務だったのを、上野の強力な推薦で SDM へと来た経緯があるだけ、これしか明らかになっていないんだよね。ここだけは割と、お茶だけキャラ炸裂ってとこなのか。今後何か出てくるかもしれないけど、どうでしょうね。そして、今回二重遭難している佐竹隊長は、中学2年の時の遊具を山で救助したという経緯があり、お互いに命の最前線を目の当たりにした過去がある。それが、遊具をレスキューの道へと、橋渡しをしたようなことがあったとするならば、それこそ助けないわけにはいかないと、そうなっても不思議はないし、次は俺の番だ、きっちり一人前になった自分を隊長に見せるんだという気持ちは確かにあるかもしれない。しかし優吾は冷静に、救えない命より救える命に向き合う、佐竹隊長ならそうすると告げる場面が予告にあり、あくまでも自分はレスキューだからこそ出た言葉というのが大きそう。本来なら市場を含めて助けに行きたいはず、そこを耐えるのも判断だということなんだと感じる。さらに言うなら、二重遭難で佐竹隊長が救助しようとしているのは、前回も出てきた通り娘婿という事実。運命が交錯する中で SDM がどんな状況下で運用できるか、それは春勘だけならず全員の前向きなそれにかかっている。そして春勘が予告で言っていた俺が導くっていうのは、きっとユーゴが着地点、つまり避難場所に降下するのが吹雪で見えないとしてもガイドするっていう意味に感じる。
その連携プレーが成功するか否かが2話のキーポイントになるかもしれない。このあたり、現実のレスキューのそれはもちろん間近で見たことがあるわけではないけれど、本当にタイミングを見落としてしまえば、ヘリコプターもろとも三重遭難なんて言葉があるかどうかはわからないけど、そこまで無理をすべきなのかとも言われそう。ただし、ここにも何が何でも助けるという気持ちが現れるのは、ハルカンだけではなく、ユーゴの思いもあるってことだと思うのよ。視聴者側からの目として、ここはどうせ助けられるんでしょと、冷めた目で見ていたらつまらない。災害救助は現実にあること、ここを見ている皆さんだって、自分がいつそんな立場になるかは誰にもわからない。果たして SDM は、ハルカンは、どんな決断を下すのか、必見です。テレビのことをネットで語るが、ラジオのように聞いてほしい Like a Radio。 今後もぜひチャンネル登録、高評価、楽しいコメントお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。それではまた。お相手はカバシンでした。スリタン See you. Adieu.